お待たせしました。もちチャンネルです。さあ、タテミに関して続報ですね。まあ、しばらく、出せていなかったのには、まあ、理由がありまして、水面下でいろいろなことが進んでいました。で、まあ、タテミのその事業売却ですね。まあ、チャンネルだったりとかのことに関しては、入札が、終了しました。はい。もうその締め切りがあったので、まあ、その締め切りになるまでは、まあ、情報はちょっと出さないでおこうとは思っていたんで、その住みかでいろんなやり取りが行われました。ここの会社が買いたいとか、ここのね、会社が買いたいとかっていうのがあったんで、まあ、それぞれ交渉がいろいろと行われてたんで、まあ、その辺のことも話すわけにはやっぱいかなかったんで、それでこれ話しちゃうことによって、どこかの会社に不利益が生じるとかっていうのはちょっとね、避けたかったんで、まあ、どこが買うにしてもですね、自分が、このまあ、応援してるところが買うにしても、他のね、ところが買うにしても、それをまあ、邪魔するとかっていうことは、まあ、できなかった。はい、一応は、そういう話はしないでおきました。でも入札終わりましたんで、はい、期限過ぎましたんで、いよいよわからないですよ。どこの会社がいくら出してるとか全然知らないので、ここから様々な、まあ、ことが開始されると思います。で、まだその言ってはいけないだろうし、ただいろいろと動いてます。他の会社が買った場合ですね、まあ自分が応援してるところと、応援してないところが、応援してないところとか言っちゃうのもあれなんですけど、あった場合にそのどうなるかに関してはわかりません。だから僕がその応援した会社がね、そのまま買えばそのまま存続されるでしょうし、そこの会社じゃないところが買ったら、もしかしたら様々なね、動画の取り下げが起こるというか、まあ多分どこが買っても動画の取り下げとか交渉が行われると思います。はい。それぞれのね、先生のね、まあ、利権もあります。利権っていうのもあるんですけど、ありますから、そういった形で行われると思います。交渉が。どこが勝っても、誰かの先生が、その会社と交渉するっていうことが起こると思います。で、まあ、動画の取り下げはどうやっても起こってしまうかな、今の状況ではっていう印象です。まだわからないですよ。わからないけど、おそらく誰かの、まあ、口座はなくなる。誰が勝っても、ね、どの会社が買っても誰かの口座はなくなってしまうっていう感じですね。まあ最小限にそれが抑えられるといいんですけど、なかなか全ての動画ね、今ある動画を救うってことは、まあ、もう不可能かなっていう印象ですね。まあ、なるべく極力ね、なんとか、救えたらいいかなと思います。だから分かりません。どこの会社が買うか分かりません。そのまま、残る可能性もあるし、別のところが買って、僕はその会社と交渉しなきゃいけない。かもしれません。そこが、まあ、僕の動画をね、そのまま使いたいって言ってきて、それに OK を出すのか、いや、それはできませんっていうのか。で、僕のね、動画の権利をください。それを僕出したいので、って自分のチャンネルとかね、YouTube とかで出したいのでっていう交渉になるかもしれません。それはまだわかりませんが、とりあえず、まあ、交渉は誰かはするっていうのは間違いないです。まあ、誰が買っても、誰かはどこかの会社と交渉するっていう段階に入るのは、まあこれ間違いないという感じです。はい。まあそういった感じになるんで、まあ速報ということになります。だ、すべての人の動画を、すべての先生ね、そのすべての動画を、まあ守るということはできない。という、まあ、しょうがないというかしょうがないんですけど、はい。ということになってしまいます。なんでまあ、そこはね、楽しみにしてた皆さんには、まあ、申し訳ないですけど、まあこの交渉段階で、まあそうはなってしまうだろうなっていうことは、分かってきました。はい。で、まあ、ここからですね。だから、これから、果たして、ちゃんと僕のね、その応援してるところが、ただ呼びを手に入れるのか、それとも、どっか別の会社が手に入れるのかっていうのは、終わった段階で、お知らせいたしますので、はい。ぜひとも、それをお待ちいただければなと思います。ね、もう、ただいまの破産は、はい。もう、それは決まって、ここから、どこの事業が、どこの会社が、その事業をですね、ただ呼びという事業を、会社ではないですよ。はい、スタディープルという会社じゃなくて、そのただ呼びという事業をどこが受け継ぐのか。債権に関してね、結構言われたんですけど、いろんな方々に、お前はね、そのただ呼びの価値を下げようとしやがってみたいでね、下げて、そして債権者に渡らないようにね、するなんてとんでもないひどいやつだ。ね、お前はそんな分かってもいないくせにって言って、考えてみろ、その債権としている人にお金が渡らないんだぞ、お前がそんな値段を下げることでって言ってますけど、はっきり言いますよ。まあ、入札額は分かんないですけど、どこの会社がいくら出したのか分かんないですけど、絶対とか言っちゃいけないですね。世の中絶対はないので、ものすごい額で買う会社がもしいたら、
それはありえないかもしれないですけど、まあ普通に考えて、行かないです。債権者にお金行かないです。その誰も行かないです。誰も手に入らないです。まあなんかね、そう株主とそう別で考えろよって言われたコメント、はい、わかります。僕はそのね、株主としてのお金と、まあ労働したことに対して払われなかったものの二つがあるので、そう、それごっちゃんちょっと喋ってたんで、前、ごめんなさい、その時は。で、僕がその労働に対して支払えなかったこの債権ですね。まあ別にその請求はしてないんですけど、こっちとして株主のお金ですね。まあ株主はまず戻ってこないです。株のやつは。もう後回しですから。もう絶対戻ってこないです。で、じゃあこっちなんですけど、株主じゃなくて、その働いてたことへの債権とかね、いろんなお金を貸してた人の債権ってやつなんですけど、どうせ誰の手にも渡んないですよ。お金。行かないです。すっごい高い額で買わない限りは。行かないです。だから僕はこれ別に出してないんですよ。その請求ですね。来たっていうのはまあ、サブちゃんかな？出したと思うんですけど、紙で。その請求を出すことってできたわけですね。はい。これだけの私は損害というか、額が払われてませんっていうふうに言うことできたんですよ。まあ、めんどくさいっていうのもありましたよ。当然、契約が違法みたいなね、契約で、全部経費で使われてて、それで、本当は支払われるはずだったものが支払わされませんでしたとかって言って証明したりとか、その辺のこともめんどくさいっていうのもあったんですが、それよりも、どうせ請求しても払われない。まあ何番目になるかわかんないですよ。この人優先でこの人がこの人に払われてこの人に払われてとかってなるのかどうかとかも全然知らないですけど、どうせまあ行かないですよって言われてたんですよ。ね。どんだけやっても無理ですよ。どうせ1円も入ってこないってわかってるので。だからいろいろなね、ちょっとね、いろんなコメント来てましたけど、で価値を下げようが、例えばね、価値を上げようが、関係ないです。どうせ払われないです、債権は。これって、まあ、ある意味計画倒産だと思ってますから、うん、どうせ債権者に行かないようになってます。はい。その仕組みとかは、まあ実際にその、全部が終わった後に、ね、話そうと思います。まあ、どこかの会社が買った後に、どうせその債権のやつとか行って、債権者に結局1円も渡りませんでしたっていうのが、なります。このまま行けば普通になります。すごいね、高額で買われてたら、そんなこともないので。そう、だからその高額で買われちゃったりとかもあり得たので、だからまあ動画は一切出さずにいたんですけど、そう、価値は下げた方が絶対良かったんですよ。どこの人たちにも痛手がなくて済んだんですね、価値を下げた方が。価値を下げんな、債権者やとかって言ってますけど、違う違う。本当にお金に詳しい人だったら分かると思うんですけど、債権者に渡らないです、お金。なんで絶対価値を下げた方が良かったんですよ。どこの会社が買うにしても安い値段で買った方がいいに決まってるじゃないですか、どこもね。で、どういう仕組みなのか分かんないと思うんですよ、今はね。今は分かんないですが、それは後々説明させていただきます、ちゃんとですね。だからね、別に僕が応援してる会社が買うんだったらもうそのまま継続するし、で、違う会社が買うんだったらそことの、まだ僕のね、交渉が始まると思いますので、で、交渉の時は、その動画とかで話していいのか分かんないので、ちゃんとそのね、会社とお話しして決めると思うんですけど、そういった時に、きちんと説明します。どういうことなのかですね。なぜ債権者には、お金が一切渡らないのかとかっていうのもお話しすると思いますので、はい。まあ、債権取りたいって思ってる人たちいっぱいいると思うんですけど、まあ、おそらくそこにはいかないということなんですよ。はい。すいません。まあ、これぐらいしか説明することはできないんですけど、はい。こういった形になりました。これから、はい。なので、どこかに渡るっていうのは、もう、はい。一社じゃなくて、複数の会社が入札したっていうのを一応聞いてるんで、どうなるかですね。まあ、睡眠家というのいろいろな交渉もあったんですけど、自分は、もう、ぶっちゃけですね。まあ、自分のことだから言っていいと思うんですね。まあ、いろんな人が交渉に応じ、まあ、総先生が交渉に応じたりとかあったんですけど、僕は交渉に応じなかったので、どことも交渉しなかった。のでそのまあ応援しているところがあるんでもうそこだけでっていう形だったんで、はい、どうなったのか、まあ、これから分かると思いますので、はい、じゃあもう結果が出たらお知らせしますので、はい、ぜひとも待っといてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.